はい、こんにちは、ザーゲームチャンネル99です。今日ねご紹介したいアイテムはこちらですね、ニットウィットですね。ちょっとねこれね不思議なね仕掛けというかねコンポーネントのゲームだったのですね、ちょっと手に入れてみましたけども、今日はねこちらのニットウィットをご紹介してみたいと思います。はい、このニットウィットですね。まあゲーム的にはですね、なんていうんですかね、まあ、パーティーゲーム系のですね、まあ要はお題を出していって、まあそこからね、連想する言葉を、まあ皆さんの方で考えていきましょうみたいなね、まあそういうですね、まあ時々あるようなタイプのゲームなんですけども、やっぱコンポーネントもね、非常に面白く出来上がってるんですね。で、まあこの辺のところからね、なんか糸巻きっぽいデザインもあるんですけど、まあこういうのを使っていくというところなんですね。まあ早速中見ていこうと思うんですけども、コンポーネントもちょっと面白く出来上がってまして、ここのところ、ここね切れ目が入ってるんですけど、これがガバッと抜けるようになってるんですね。だからここもしゃれてるんですけど、でここもこう、ここマグネットになっていて、ここにくっつくと、なかなかこうしゃれてるんですね。でこう開けるとこっちのところにさっき言った糸巻き状のコンポーネントがあって、あとはまあペン関係と、こっちがまあお題ですよね、まあ、こういうやつと、こっちのところがねほとんどスカスカなんですけど、ここのポケットに入るところはこれがマニュアルですね。これマニュアル一式と、でここにちょっとだけ書いてて、ここが最初ねちょっと注意なんですけども、このゲーム一番最初に購入した時にはコンポーネント組み立てなくちゃいけなくて、これも今プレイしてるんで、まあ紐はこんな風になってるんですけど、最初はものすごい紐がですねがっちりここの木の方に結びつけられていて、全然プレイできる状態じゃないんですね。でこっちに書いてある通り、まあ木のところから巻いてあるやつを紐を一旦外して、でこの洗濯バサミみたいなやつにくっつけなさいっていうマニュアルが実はここに書いてあって、まあここにしかないので、まあ、最初ここを見て、これ一個一個ねこんな風にこの洗濯バサミ状のやつにくっつけていきましょうなんていうことを最初にやるマニュアルが書かれています。まあ早速ねこれねちょっとねこっちの方に展開してみようと思います。はい、コンポーネント的にですね、まあ別にボードがあるわけでも何でもなくって、さっき言いましたこういう糸をね巻きつけるためのキーのコマっていうやつと、これがまあ8個あるわけですけど、これとまあここに巻きつけてあるね紐と、その先端にある洗濯バサミみたいなねいうのがあります。これがまあ8色あって、ここのところに番号がねそれぞれ書いてあるのがまあ味噌という形になってます。で基本もこれと、あとはこのなんか布にね書くときにこう色がねついたペンでねよく書けたと思うんですけど、各自に配られるためのシートが一式と、このね抜いたらお題が書いてある紙がね入ってあるやつの入れ物がワンセットと、これなかなかちょっとね気が利いたデザインなんですけどね、これとあとボタン類、さっき言いましたマニュアルと、まあ、こうなってますと。でどうやるゲームかというと、一番最初に言いました通りこれ連想タイプのゲームなんですけども、まあ人数によるんですけども、例えば4人だったらこれをね、まあ、2個もらっておいて、まあそれに対応する紐、まあ色とは別に関係ないんですけど、まあ色を2本もらっておきますと。こういうのを各自持ってるんですね。自分の手間だったらこうやって紐を置くんですよ、こうね置いて、まあこんな風にどれかのやつをこう置きますと。じゃあここ3番のゾーンってことになるんですね。ここ3番のゾーンね。でこのお題ね、例えばドロドロって書いてますけど、これをお題を引いてここの先端のところにくっつけると、こうなるんですね。でこうなるとここドロドロっていうお題のゾーンなんですね。でじゃあ次のプレイヤーがまた別なところからここのどれかにこうやって引っ掛けていくわけですけど、ここの3番のところに引っ掛けるようにこの紐を置いて、また引いたらこう怪しいとか書いてるわけですね。怪しいって書いてるので、ここのところにくっつけると。で新しいやつを、まあ、1個どっか置くと、こうなるんですね。でこうなるとこの3番のところはこれってこの紐とこの紐が両方かかっているので、3番はドロドロでかつ怪しいものと、こういうお題にだんだんなっていくんですね。で8番は今は怪しいしかないと。じゃあ次のプレイヤーがまたこう紐を自分手元から取って、まあ、どれか1個にしか重ねられないんですけども、このまた8番に重ねるように置いてお題引くと、屋内にあるっていうお題が取れたので、まあ、これをここにバシッとくっつけると。そうすると8番は怪しくて屋内にあるものと、こういう風にだんだんねお題がみんなプレイ順にだんだん決まっていくわけですよね。でどっかにまたこれをね、まあ、ここに置くと、例えばここに置くと、ここは今さっきの白いゾーンなのでドロドロしたっていうだけになってくると。じゃあ次のプレイヤーがまたこう置いていって、今度は早いと、早いになるので、そうするとこの2番は黄色と白色があるので早くてドロドロしたという風になると。でまた1個置く、で1個置くときにどこでも置けるんですけど、例えばこことかだとよっこいしょと置くとすごい重複してるんで、これって怪しくてドロドロしてて早いものと、
まあ、こんな本なんですね。これを各自手番が来たら一個一個こう置いていって、じゃあここにすごいどん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 いろんなここの単語が出てくるので、各番号に対してそれぞれさまざまなもの文言がまあ設定されていきますと、まあ、こういうふうになっていくわけですね。 で例えばこれやったら今3628に対してまあこういうお題決まりましたと、まあ、実際もっとどんどん出てくるわけですけども、で全部できたらですね、先ほどあったここの回答用紙ですね、これ1人1枚くれてるわけですけども、ここのところにですね1番から8番まで数字が振ってあるので、じゃあこれの6番に対してはこの6のところにこれで連想されるもの、今の6番だったらさっき見ました通り早くてドロドロしていて怪しいものっていうのは何だというのをここに連想して書くと。でこれを全部書くわけですね。で書いて終わると全員のところでじゃあ1番のお題はどう書きましたかっていうのをみんなこう答えていくと。っていうことで、まあ、こちらでね書いていって、まあ、みんなの方でね、まあ、答え合わせをしていって、一応点数はつくんですね。例えばさっきの6番だったら3本黄色とこの赤っぽいやつと白色っていうね三重のお題がかかってるやつなんで、まあ、ここに当てれば3点もらえるとかね、まあ、他は2点もらえて、まあ、当たるも外しもないんですけども、まあ、プレイヤー間狙おうそれは納得だとかね、それが納得できない場合はですねイットビットっていう宣言すると、それが本当妥当ですか説明してくださいみたいなことが言えるわけですけど、まあ、それはおまけですよね。このゲームのメインのところはここにね出てくるのが紐をだんだんこうかけれるわけですね。これ自分も手放ったね新しいのかけれるんですけども、かければかけるほども当然いろんなお題が出てくるので、例えばこれやったら今度意地悪で出てきましたけど、この8番に対して意地悪っていうお題が今度くっついちゃうんですね。もうここどん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 出てくるので、もうぐちゃぐちゃになっていくわけですよね。この今の8番で怪しくて意地悪なやつってなんだよとかね、もうすでに難しいなと思ってるのに、次の手番の人が面白がってどれか一箇所にかけれるんで、じゃあまた8番にくっつけてやるよって言ってこうね8番にまたくっつくようにかけて、じゃあとりあえず適当に引いて、じゃあ不完全ねみたいなね、じゃあ怪しくて意地悪で不完全なもんってなんだよとかね、でまた新しいのこう一個置くと、こうなってくるので途中にこうずっと考えてるわけですよね。ドロドロして早くて怪しいもんなんだとか思ってるのに、だん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 条件がね複雑になると、もうこれ今画像で見ていただいてもここすごいですよね紐ね。これがこことここで、なんだっけなみたいなことをねやるというのがやっぱり非常に面白いわけですね。でさっき言いましたここに答えを書くんですけども、書けなくてもいいんですよね。もうギブっていうのはね、もう無理って当然0点なんですけども、ギブアップしてもうそこ書けるとこだけ書いて終わったら僕もういいやっていうと、プレイ人数に応じたこのボタンが用意されてるので、まあできたらもうできたってこう取ってるんですみんなね。で取ると、まあこれによってもとりあえず点数がねこのボタン7の数だけくれるっていう仕掛けがあるので、まああんまり悩んでしまうよりはもう途中ねいいとこまで書いたら、まあボタンを取って、でボタンがなくなっちゃえばまだ書いてる人がいても、まあそこでもう発表の時間帯に入ってしまうので、まあそこでねみんなで発表して、まあかなりわけのわからんこと出ますよね。ここのお題の数も相当あるので、ここも今変ですよね。早いドロドロした不完全屋内にある怪しい意地悪なものとかね、なんだよってね、この日本語がやっぱ非常によくできてると思うわけですよね。単純にねこういう無機物とか黒とか色が指定したものもあったりしますし、こういう有害とか臭いとかね、まあ、本当に様々な単語が日本語で用意されているので、まあ、非常にその意味でプレイしやすくなってるんじゃないかなと思います。まあ、ね、やってみましたけど私ももちろん、まあ、正直なところ勝敗は二の次ですよね。もちろん点数つくんですけど、この置いていく過程でここがもう本当にぐちゃぐちゃになって、何がどうなってるんだって言いながら、そんな単語僕のボキャブラにはないよとか言いながらね悩むところがかなり盛り上がります。盛り上がるので、まあ、パーティーゲームとしてね、こいつは手元に置いてあれば、人数はですね、まあ、2人から8人、まあ、2人が若干どうかと思わなくてもありませんけども、まあ、2人から8人までできるので、かなり大勢の人数で同時に楽しむことができますんで、これはね、1個持っておくとかなり盛り上がれるゲームなんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでですね、今日はですね、ニットビットをご紹介いたしました。まあ、これでさっきのね、ここはね、開いたりするっていうね、まあ、箱がね、ちょっとおしゃれだっていうこともご紹介しましたけども、ちなみに、まあ、裏の方を見るとね、ここによくできたコンポーネント説明があって、まあ、こうやってね、囲みますよとかね、囲んだら、こう、回答をみんな書き込んで得点しろって、まあ、大体このぐらいがね、わかればね、なんとなくプレイ感がつかめるなっていう感じのね、よくわかりやすい写真もね、入ったりしますんで、これなかなかパーティー系ゲームとして、点数はね、一応ほんとつくんですけど、まあ、大したもんじゃないので、そこじゃなくて、そのね、過程をね、楽しんでいくのが面白いんじゃないかなと思います。ちなみにこのね、紐をこう囲っていってね、なんかこうね、空間を作っていって、そこに置いていくっていうやつは、これ全然別なゲームで、百花審議館っていうゲームもあって、まあ、そちらもね、私結構好きだったんですけども、紐でこう空間をくくっていって、
して、それを付箋でね、こうやって置いていくってやつもあるので、これとはちょっとね、違う、パーティーゲーム系ではないんですけども、そちらの方ね、こういうね、紐で空間をくくるっていうゲームがね、面白いなと思っているのでね、手を出してみるのもいいんじゃないかなと思いますね。はい、というわけで今回ですね、ニットウィットをご紹介いたしました。ザ・ゲームギャラリーチャンネルの春99でした。はい、今回の動画お楽しみいただけましたでしょうか。ザ・ゲームギャラリーチャンネルですね、様々なボードゲームに関する話題をお届けしております。 YouTube の方はですね、チャンネル登録の方をしていただけますと、私が動画の方を登録しますときにそれがですね、素早くお伝えできるようになっておりますので、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。ザ・ゲームギャラリーチャンネルの春99でした。